お部屋ラボ祝祭の広場にやってきました。今回のイーヤン大分はこちら、祝祭テラスをご紹介します。増田さん、はい、ここ祝祭テラスは来るたびにどんなお店が出てるのかとワクワクしますね。はい、祝祭テラスはですね、このお部屋ラボ祝祭の広場のまずは利活用の推進、それから大分駅前、町の入り口にありますので町の活性化のため、そしてあとは民間活力の導入といって民間の方々に使っていただくことによってその効果をや可能性を検証するために昨年の11月に作られたんですよね。でこれまでにですね、ラーメン屋さんですとか、あと焼き芋屋さん、そしてパン屋さん、いろんな業種業態の方が出ていらっしゃいますね。本当にいろんなジャンルを楽しめるんですね。そうですね、はい。ということで、まずは出店者の方にインタビューしました。こんにちは。はい、こんにちは。どんなお料理を出してるんでしょう。うちは基本的に沖縄の料理なので、まあ、ラフテー丼、まあ、こっちでいうとこの角煮丼みたいなものとか、あとは沖縄そば、うん、沖縄で生まれたタコライスとか、そういったものを出してます。出店するきっかけって何だったんですか。もともと僕がこの仕事を始めたのが本当につい1週間2週間ぐらい前で、まあ、そういった時にこうたまたまここの出店の募集の広告を見て、まあ、認知度を高めたいとか、まあ、みんなにこういうお店があるっていうのを知ってもらいたいっていうのをきっかけに、まあ、ここに出店してみようかなっていう感じですね。実際に出店してみていかがですか。そうですね、まあ、僕らは移動販売で普段はやってるんですけど、まあ、普段足を運べない層の方が来てくれるのはとても嬉しいですね。ここでまたしっかりとお客さんの心を掴んで移動販売につなげていきたいですよね。そうですね、うん、おすすめのお料理は何でしょう。うちの看板メニューで、まあ、ラフテー丼っていうのがあるんですけど、まあ、そちらが一番おすすめかなと思います。ほかほか出来たてです。いただきます。油がとろけて身の部分はほろほろ崩れていきます。おいしい。続いてタコスを美味しそうに食べていたお客さんにお話を伺いました。お味はいかがですか。はい、美味しいです、とっても、はい、どうですか、ここの大分市中心部の街中でこういった沖縄の味だったりいろんなジャンルのものが味わえるっていうのはどうですか。いや、とっても日頃口にしないものをですね、まあ、週替わりであるわけですよね。とっても楽しいと思います。増田さん、はい、もうとっても美味しかったです。よかったです。大満足。はい、であれ、こちらの店舗は今空いてるんですか。今たまたまね、空いてるんですよね。はい、なんかお話しましょうか。いいですか。あ、どうぞどうぞ。お願いします、はい、失礼します。おー、結構広いでしょ。広いですし、はい、いろいろ揃ってますね。そうなんですよ。まずはね、シンクがありますよね、うん、そして大きめの冷蔵庫がありまして、はい、そして作業テーブルにもなるストッカー、うん、そして電磁調理器。本当だ。ここまで完備してますので、まあ、飲食店ももちろん OK ですし、あるいは飲食店でない物販とかサービス店舗の店も入ることは可能です。これだけいろいろ揃ってると安心ですね。そうですよね。増田さん、アイデア次第で可能性が広がりますね。そうですね、この府内町1丁目1番地、立地的には申し分ないこの場所で1週間2万5千円で利用できますので、ぜひいろんな方にですね、利用していただきたいですね。私も出店してみようかなという気になってきますよね。もちろんです。個人の方でもいいですし、事業者の方でも結構です。県内外問いませんので、誰でも利用できます。またお客様としても来るたびに毎回楽しみが、また美味しいものが、素敵なものが出会える、とってもいい空間になってますよね。そうですね、美味しいものもありますけれども、やっぱり人との出会いも大事にしていただきたいですね、はい、うん、皆さんもぜひお部屋ラボ祝祭の広場内の祝祭テラス、ぜひ訪れてみてください。